さてこの時間は FM 立川から歩いて15分ぐらいのところにあります、立川競輪場から現役の競輪選手山崎道輝選手と板根彩選手お二人に来ていただきました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。クリスマスイブイブなんですけれどイブイブではこわもてイケメン、はい、山崎選手から自己紹介お願いします。イケメンではないんですけど、46歳、立川所属の、競輪選手山崎道輝です。まあ、PR ポイントとしては、競輪のレースを最後まで諦めない、まあ、そこが僕の PR ポイントだと思ってます。よろしくお願いします。男っぽい、なんか めちゃかっこいい46です。見えない。ねえ、今日は全然微妙な年だからそれね、あんまり表現的にユニフォームをね着てくださってるので若々しいですよね。そうですね、まあ、今日は若いんですね。いやもう今日ぐらいみんな若いですよ、ね、運動してるからなんかもう鍛えてらっしゃるからね、うん、かっこいいですよね。競輪選手はね下は19歳から上は60歳まで、同じ土俵で走るんで、みんな老けないです。常にあの若いやつだと走ってるんで。なるほど。それあるかも。もう30歳ぐらいからもう時間止まってるんでずっと。それはあるかも。だから若い子に合わせちゃうってことですか。そうです。だから若いやつに負け、普通の人は若いやつに負けると悔しいんだけど、はい、あしょうがねえなと思って、僕らは悔しい。同じ目線です。だから老けづらい。若いのにこの野郎みたいな。なるほど、はい。さあ続いて、ふんわりっていう感じの可愛い女性ですよ。いいです、板根選手自己紹介お願いします。東京立川所属の板根彩です、はい、31歳です、私は立川ではいつもひまわり娘って呼ばれているぐらい明るいのが取り柄だと思ってます。眩しいイエーイ めっちゃ明るいですね。はい、ね、いや、なんか寒いのに暑くなってきた。それは思います。さすがひまわりですね。どこにいるかすぐ分かりますよ。ああいたね、あそこにいるっつって。そうなんですよ。バレる。いいですね。声も大きいですもんね。ああ、そう。声だけは本当にうるさいですよね。ね、だいぶ前からあの前じゃないマイクから離れてらっしゃるんですけど、かなり大きくて調整に困ってる。あ、すいません。こんな前からあるしはい、あの持ち味とか、なんか もっと PR いいですか。持ち味、うん、あ、私ですか、はい、あ、私の持ち味は、まあ、気持ちでは誰にも負けないと思っていつもレースしてるし、はい、まあ、あのどこにいても、ま、明るいって言われるんですけど、うん、まあ、その明るさが取り柄だと思ってます。うーん、持ち味だと思ってます、ね、もしもあの今日はあ負けちゃダメだったなと思ってもすごい明るいんですか。いや反動があのもうザーンって下がって、うん、でもなんかちょっといいことがあるとバーンって上がってます勝っても負けても号泣するんです。最近泣かないけどデビュー当時は、はい、あ、泣く、あの兄弟子からもう泣くな、お前はって言われて、怒られて勝っても嬉し泣き、負けても悔し泣き、泣くんかいみたいな。豪快なひまわりさんですねそうなんです、まあそれぐらい喜怒哀楽あった方が楽しいかもしれないですよね。いや、周りからしたらもう疲れますよね、うん、あ、もう さっきまで落ち込んでたのに、はい、もう笑ってんじゃんみたいないいわ何があったんですかみたいないいわあのお二人はなんで競輪の選手になろうと思ったんですか。なんかお笑いでも良かったですよね、伊丹さん。あ、よく言われますそれ吉本行けばよかったってよく言われますどうして競輪選手だったんですか。私からいいですか、はい、あの私あの立川のアイオンっていうところで大学時代働いてて、うん、パチンコ屋さんなんですけど、はい、そこでなんかあの競輪好きのお客さんがいたんですよ、はい、で私その人と仲が良くて、まあ、玉変えたりとか、うん、これイルカ出てきてるぞとかなんかその話で、すごい可愛いみたいな話してるくらい仲がいい人に競輪見に行かないかって言われて、はい、あ、まあ私は普通に見に行くのかなと思ったんですよ。でなんか足太かったんです、なんかスピードスケートやってて、お前いい足してんなみたいな言われてたんですよ、ずっと。でも、まあ、競輪とかその知らない世界だから、うん、まあ行ってみようと思って行ってみたら、あのどうしてか分かんないけど競輪の開催中の選手がアップしてるところに通されて、うん、
で、まあ、今はいないんですけど英明さんっていう県社員の方と話して、お前愛好会いついつあるから来いって言われて、なんだそこはみたいなっていうところに行き、でなんか自転車渡され乗ってみて、うん、で私の師匠である斉藤正弘さんっていう方に、ならやってみるかって言われて、うん、2ヶ月後の試験に受けて受かってしまいっていう流れでやりたいって感じでやったわけじゃなくて、うん、ほうほう、なんかどうぞみたいな感じで、なんか流れで行っちゃったんだ、はい、すごいことですねそれは。それで本当に今足がって言われて、私もちょっと足の方に目が行ったんですけれど、はい、ね、ピンクと黄色のユニフォームで、はいはい、これでバッチリ見えちゃうんですが、いやもう恥ずかしい、いや立派な、ね、おみ足でらっしゃる、みんな立派ですよね、みんな立派でもそこが立派じゃないと自転車はダメなんですよね。まあそうですよね、うん、商売道具ですからね。ですよね、はい、漕ぐ力そこですもんね。そうです。でも一応女の子なんで、うん、可愛い服とか可愛いズボンとか履きたいじゃないですか。あ、何も履けない、履けたら買っちゃうんですよ履けたらもうそうですかね、はい、でもウエストバババみたいな、まあ確かにパンパンですわ、はい、パンパンですわ詰まってますわねえ、はい、履けたら、あ、はい、うん、それぐらいズボンがないんです。でも入るんじゃないですか。あ、ダメだ、ダメだ、まあ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 、まあ、普通の女じゃないでどうぞ次山崎さんいいよいいよ、いや大丈夫、かなり前の話ですよね、入る競輪選手になるきっかけというと、ね、僕はもう親父の影響ですね。親父は競輪ファンだったんで、あ、まあ、昔はそういう選手多かった、僕みたいな年代は多かったです。競輪がすごい人気があって、で、まあ、父親が好きでちっちゃい頃連れてってもらって、まあ、なんとなく選手にお前なれよみたいな感じで、まあ、軽い洗脳ですよね、多分三つ子の魂じゃないけど、ちっちゃい時から何度もじゃあ大きくなったら競輪選手かみたいな感じで、だからもう選択肢があったっていうか、で僕は野球やってたんですけど、野球終わってじゃあやろうかなと思ってっていう感じですね。嫌じゃなかったんですか。いや、だからやっぱりなんかもうなるんだってずっと思ってましたね。すごい、ちっちゃい時から。お父さんの背の半端ないですね。うん、そうだ、そういう選手結構多いんだよ。あ、そうなんですか。うん、お父さんに連れてもらってわーって見て、でわーって。でもやりたいと思ったんですね、あんな危ない競技。やりたいと思った。私多分見てたらやりたいと思わないかもしれないな。そういう選手、そういう人いるんだよね。行ってすごい落車見て、うん、あ、無理だっつって。私も本当に初めて見たのが落車だったんで、目の前でバシャーンっつって。怖いですね。もう怖かったです。うん、交通事故ですからね。そうでしょうね。足回りにバーンですよ。生身でバーンですよ。生ないですよ、足とかも何も。すごいスピードが出ててバーンって転がっちゃうわけですもんね。でよく例えるなら原付き原動まあ原チャリで、うん、まあ60キロ70キロ走ってそのままザザザーと転ぶと思うんですよ。想像したらいいんだ。それも鍛えてなかった、ね、体鍛えてなかったらやばいですよね。選手って結構丈夫ですよね。いや、うん、本当になんでこんな死なないのかなって、うん、死なない、うん、丈夫ですよ選手は、うん、他のスポーツに比べて。あ、やっぱかなり鍛えてらっしゃるんですかね。練習とかどんな風にしてらっしゃるんですか。練習はまあ、うん、基本的には自転車を乗るっていうのが練習がメインですね、うん、やっぱ物を使うから、うん、物が大事に上手に使えないとまずダメだっていうのがあるから、まあ、あとはウエイトトレーニングとか、うん、そういう感じです。昔僕がデビューした頃はそれこそ奥多摩に一周行ってこいっつって行ってましたね。100キロ乗ってこいとかそういう。やだやだやだ、今もう時代が変わって奥多摩に絶対無理で行ったから絶対無理もう行ったことあるんですけど、挫折しますよ。もういいですってなります。100キロですもんね。もう投げて自転車投げて、うん、もう歩いて帰りたいぐらいもうやんなるさ遠いけどそれこそ僕乗り始めて高校が山梨だったんですけど、はいはい、じゃあとりあえず自転車でここまで行ってこいっていうのが始めだったんですね、うん、練習が。はあ、もうやだ、学校どころじゃない。片道50キロ行って帰ってきてまた50キロ行ってそれがもう初めての練習へえ、やば。転んだ時の受け身の練習みたいなのするんですか。いやあれはもうねセンスですね本当にセンスっていうのはだってもう転、はい、あーと思ったら転んでるんで、そんな危ないなと思って、だからセンス、手を離す人もいれば、うん、猫みたいに丸々る人もいるし、
あの身体能力、まあ多分センスなんじゃないですかね。センスっていうか癖、うん、癖です、はい。今まで何回ぐらい転びました？いやでも僕は全然そんな大したの、10何回とかですか、ね、大したことない10何回。でも転ぶ人はもうね50回とか60回とかもう平気で転ぶんで、でしょう、ね、20回ぐらいかな、うん、転んで。大きな怪我はなく、俺は肩の腱を切ったのと肋骨骨折ぐらいですかね。まあそれは別に普通、あ、別に普通なんですか？普通いや普通の人から聞いたらおかしいですよね私もこの前自転車でこけて2週間もこの辺肋骨のあたり痛くて痛くてね、うん、くしゃみすらできないぐらいでしたよ。もう普通、やっぱり鍛え方は違う。あ、普通もそれが時間全然普通なんです。手はどうされたんですか今日？絆創膏、あ、手もこれ今ちょっと自転車で転んです。あ、転んで絆創膏、普通に転んだだけです。普通にバッと転んです普通にバッと転んだ、はい、なんかかっこいいですね転ぶのもね本当ですよね、なんかそれが仕事みたいな板谷さんは女性はやっぱこう練習ちょっと、はい、軽いというか男性よりはきつくないんですか？いや、みんな同じにやってます。同じです同じです、はい、メニュー一緒なんですか？はい、一緒です一緒です、まあ、タイムが違うぐらいで、ええ、やることは一緒です。あ、朝起きてどうするんですか？朝起きて、はい、え、歯磨いてとかですトイレして、私トイレ派なんです先あ、私は朝起きて、はい、まあ、やだと思いながら練習場へ行き、はい、で、なんか今寒いじゃないですか、すっごい、はい、ほんと立川寒くてやばいんですよ、もう凍るぐらい。だからまずローラーでアップって言って、まあ、室内ですね、うん、室内で、うん、室内で3本ローラーってやつに乗ってちょっと汗かいてから周回してちょっとダッシュしてから、私はあのバイクって言って、うん、あのなんか後ろにローラーがついてるバイクに乗るっていうか、なんていうの、バイク引き、バイクがバーって行ってる、うん、まあ、風よけですね、うん、風はあの自分が普段出せないスピードをバイクで風が来ないんで、それであの力以上のスピードを出す、スピードトレーニングですね。はぁ、もうそれやってます毎日。自転車って風との戦いなんですよ。よくあの山とかより風スピード出れば出るほど抵抗が増えるんで。そうですよね、風の強い日の方がみんな怖いんです。だからそのバイクが前に行って風が来なければ、うん、あの持ってる以上のものをスピード出るんで、まあ、スピード練習ですね、はい、追い風とあの向かい風、うん、どっちが大変？それ追い風も大変なの？追い風、向かい風でしょ？向かいってこっちですね追い風は簡単でしょ、追い風は押してもらってるんですもん。でも結構強かったら怖く、全然、あ、追い風はシャーっていきますもん、ありがとうって思う向かい風はちょっとでも吹くとすごい感じるんですよ、はい、すごい感じる抵抗って。追い風は相当吹かないと感じない、うん、無風かなって思う。そうそうそう、もうあの空飛んでるみたいなもんなんでしょうね空飛んでる、まあ、空飛んでないと思うんですけど空飛んでるって自転車乗ってます、うん、私たちからするとね、そうかもしんない、感覚的にはそうかもしんない、うん、Gもすごいし、こいでるっていう感じじゃないんでしょうねきっとね。あ、なんだろう、漕いでますよ一生懸命真面目かっつって真面目か漕いでますだから苦しいもんなめっちゃ苦しいです、もう足めちゃくちゃ苦しいです、ね、もうあほんでもあれブレーキがないんですよ自転車に、はい、だからずっと動かさなきゃいけないんですよ。どんだけ足がきてても死ぬと思っても足を動かさないと死んじゃうんですよ。え、あのすごいスピードで漕いでって止まるときどうするんですか？ギアが重いんで、はい、勝手に足が止まってくる、勝手に止まるんですか？踏まないと、あ、そういうこと。だからみんな普通 の, あの普段の人は多分ギアが重いから、うん、漕ぎ始めるのが大変。うーん、そう、いやいや、ファンの方にも来ていただきましたよ、うん、本当にわざわざありがとうございます。本当いつもいつもいつも、うん、ね、お話も面白いんですけれど、そのね、体力をつけるためになんか食べるものって何かあります？あ、俺らは太公園の、あ、そうです、そうだそうだそうだ太公園、立川に太公、はい、昔からもう選手ご用達の中華料理屋なんですよ、はい、そこでいつも知ってます、中華、あ、やっぱみんな知ってんだ。レバーニンニクって、もうレバーニンニク、レバーとニンニクを炒めて、ええ、それがもう一番スタミナ、もう中できないですよ臭すぎて確かに選手みんな食べて
れてるからいいんですけど、そう一人でそれ食べてたらもうくさくて面白くない。そうすごいすごいすごい肉臭が、でもスタミナスタミナの半端なくすごい。めちゃまあやちゃんとチューする時にはそれちょっと覚悟していただかないとね。チューの前に行っても気づきますよ。くさっつって。くさ。くせくせ。もう多分。俺らももう二人今日昼食ってきたらもうここもういやもう多分ニンニクできませんよ、この狭い空間じゃ。いやなんかクリスマスイブイブなんでなんかそういう話も聞こうかなって思うんですけど、やめとこうね。いやでも本当たいや競輪場近くなんですよ、うん、めっちゃ近い。あそうですか。だからお昼とかもなんかあの場外ってやっててでもなんかファンの方が来てくれたりとかすると会う時ありますもん。練習後に行くとファンの人がいて、ええ、あ、いたねさみたいな感じで、あ、どうもみたいな。またニンニク食べてるわ。やだよ、食べない。あの競輪場の中にもお店ありますよね。そうです。でも僕らはあの基本 は, はそこはお客さんのゾーンなんで、あそうです、うん、入れないんですよ、うんまあ、ファンサービスとかそういう時は特別に入りますけど、うん、おすすめのお店ってあります？中で中で、もつゆ煮定食、もつ煮定食、うん、あれなんかどこだろう、なんちゅんだろう、 店の名前はちょっと分かんないけど定食パンとでも基本的には競輪場ってあの揚げ物とかもパクサクってアジフライとか、そうアジフライ聞きました、めっちゃうまいですよ、うんうん、食べて食べて、まあ、一生懸命言ってくれてる、正確に聞くのにちょっとお時間いただくので、うん、ここで1曲入れましょうかね、はい、店の名前ね後で教えてください、今聞きますので、はい、では曲へ行きます。はい、では後半、競輪についてねもっと詳しく伺ってまいりたいと思います。では競輪の魅力ってどんなところですか、山崎さん。魅力は選手として、まあ、競輪の一番魅力は、うん、自分の力で、はい、稼げるっていう、うん、まあそれが多分一番魅力、自分の足で一着いくら、うん、弱いくら、それが最大の魅力ですよね、うん、あやちゃんはどうですか。いや私も本当にどのなんだろうそういう公営競技の中でもやっぱ選手かっこいいなと思うぐらいがたいがやっぱ良くないとダメじゃないですか、その全部体力でやってるから、うん、それそのレースの音がすごいんですよ私的には。私初めて見た時に自転車ってこんなズワーって言うのかっていうぐらいしますね、そういえばザーッていう、そう、そこでこんな速いのみたいな感じでコーナーも入っていくし、うんうん、これが自力なのあなた方みたいなって思うの。でも電動自転車より速いじゃないのみたいな、そのぐらいの勢いで行くから、もうそれは本当魅力だと思います。人間ですよ、だって生身の人間が走ってんですよ急に、ね、いやあれは見てほしいですね本当に、うん、こうなんか曲を奏でてるような感じですよね、うん、そんな激しいね曲あとずっと音鳴ってるじゃないですかやっぱあれですね、綺麗に言い過ぎ、そう、ね、全然違うそんな綺麗なもんじゃないそんな綺麗なもんじゃない、もうあれですよ、もう多分間近で聞いてる人たちはやっぱ男子選手の声とかも、うん、うわーみたいな感じで声とか聞こえてくるんですよ、うん、お金ですよ本当にガールズ競輪は、ね、横に当たっちゃいけないんだけど、男子競輪はある程度横に当たっていいんで、だから60キロ70キロで自転車ぶつかり合うんで、バーンって、あそうなんですか、はい、ガシャンって国際当たっていいんで、当たっていいんです、ほう、だからすごい迫力ありますよ、意味わかんないですよね、当たっていいなんてなんか普段仲が悪いとかそういう選手にわざと当たったり、ウケるそんなことはしないですよ目が泳いでますよそういうことはないですね、ないないないです、ないと信じようなんかあやちゃんはありそうですよね、うん、バレました、女性は当たっちゃいけないですね、当たっちゃいけないです、ね、うん、女性の方がそういうことが多いからかな、怖いですよ上がってきたら怖いですよ女性は、もうあちょっと当たったもんならねあそう、はい、謝罪みたいな、なんかスッて吸っただけで怖い、怖いって言われて、おいで、レース中にもおいみたいな言われるんですよ普通に、やめなよみたいな、え誰みたいな誰今声出したのみたいな声の出し方も違うんですね、はい、その時はね全然違いますよ、うわ、
録音しに行こう今度。いや本当見に来てほしい。そういうのも聞けますよ。あの競輪ってオリンピックもありますよね。はい。そのオリンピックの競輪とあの競輪とどう違うんですかね。だから男性の方は、まあ、女性として国際ルールなので、まあ、横の動きが全くない。さっき言った当たったりとかそういうのはない。うん、脚力勝負っていうのを。オリンピックはね。オリンピック。あとは自転車が、はい、あのそもそも論がカーボンなんですよ。オリンピックは。軽い、まあ、ガール選手が使ってるカーボンフレームで、僕らはあの昔から鉄での黒森のフレームなので、うんうん、自転車がまず違う、うん、で素材が違うと、あとギアも違う、ギアってさっき言ったギアも違う、ルールも違う、うんうんうん、ちょっと違うんですよ男子と女子で、うん、オリンピックのルールが違う、女子競輪の方がオリンピックに近い、うん、に近いです、うん、僕らは昔からのまあ、よく言う漢字の競輪ってやつですね、はい、同じ競輪だけどオリンピックのままカタカナの競輪っていう、こっち競輪です、そっちの競輪です、分かりやすくそんな感じ。オリンピックに出たいなとかはないです。あ、それもない。出れないです。そんなそんなこんな生活してたら絶対出れない。おがましくて本当に。でもオリンピックに出たらね、いい線いくんじゃないですか。いや私、うん、どういう線でいくんですか。お笑いオリンピックだね。出れるかも。存在感オリンピックとか。あいたね、ここにいたんす。はい、1位なんす。はいはい、1位なんす。来年できるといいですね。いや、本当に。ありますかね。うん、じゃあ、あの、お二人が出るレースについてね、伺いたいんですけど、はい、来年、鳳凰賞レース。まず、あの、年末に、はい、ね、あ、年末、あ、そうだ。28、29、32。はい、大きいのがありますよね。大きいですか。まあ、大きくはないですね。まあ、地元の最後のレースです。地元最後。はい、なんていうレースですか。なんていうレース。なんていうレース。なんていうレース。競輪競争。東京スポーツ杯。ああ、そういう名前ですね。東京スポーツ杯っていうやつに出ます。はい。3日間ともあやちゃん出るんですかね。はい。そうです。はい、そう、なんかやっぱりそうやって聞かれるんですよ、みんな。3日間出んのみたいな。うん、3日間絶対出ます。わかりました。競輪選手はまず入ったらもう携帯も全部預けて、はい、外部との連絡は一切シャットアウトで、もう3日間なら3日間出るんです。はい、はい、絶対に帰ったりもしないんで。なるほど、はい、怪我しない限り、うん、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ね、はい、全部一等賞で。いや、一等賞取れたら本当にソウルミオ夢ですよ。そうなんですか。ね、ほらほら、ファンの皆さん絶対3、4、はい、車検買ってくださいますよね。4、3、1。それはいい、それはいい。4、3、1が一番いい。山崎さんは。僕はあの年始の、あの、はい、立川鳳凰賞、まあ、G3 に出て、 G3 に、はい、G3 すごいですよ。すごい、はい、G3、G3、すごいレースなんですね。あのお正月最初の最初のレース、はい、3日から、4日からか、まあ全県味があるんで4日から4、5、6、7、4、5、6、7、4日間全部出るんですか。出ます、出ます。4日全部出ます。全部出ます。1日休みですか。休みたいな1日で全部一等賞で、全部一等賞。はい、お約束しましたので皆さん買ってください。はい、買います。ね、ではそろそろ、まあ、あの時間も少なくなってきたんですがね、来年の意気込みをね教えていただこうと思いますが、じゃあ山崎選手からいきましょうか、はい、ね、先輩から、うん、先輩から、そうですね、来年の意気込み、まあ、うん、少しでも長くっていうか S 級でしばらく優勝してないので、はい、来年どっかで S 級で優勝したいなっていうのが目標ですね。うん、今 S 級の2班、はい、なので、はい、優勝して1班に上がって、そうですね、はい、それが目標ですね。まあ46歳なんですけど、諦めたくないなってのもあるんですけど、うん、いや、まだまだね、まだですよね、うん、そうですよね、30歳でしたよね。気持ちは30歳、はい、いや、かっこいいですよね。本当ですよね、うん、何も出ませんけど。いっぱいゴリ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 。なるほどね。はい、あやちゃんはどうですか。やっぱあの私、去年の12月に初優勝を立川でさせてもらって、うん、それからできるかなと思ったら一回もできてないんですよ、優勝。ってことは1年間優勝からないんですよ、遠ざかっ
ってる。はい、だから今回の立川でもやっぱ優勝は目指してるんですけど、今年の目標はやっぱり優勝1回はしたいと思ってたんで、はい、まあ残り1レースなんで、うん、どうしても優勝したいっていう気持ちと、来年はやっぱり優勝は必ずして、まあ2回ぐらい2回ぐらいはさせてもらいたいなと思って、2回でいいですか。さっきあの3日間全部優勝しますっておっしゃってましたもんね。いやそれはもう、まあそれも夢ですけど、あなら完全優勝、来年は完全優勝絶対1回するイエーイしたいと思ってます。あの東京スポーツ杯で3日間1位だったら完全優勝っていうんですか。そうですね、はい、できそうですね今日のこの勢いでね。勢いだけはいいんですよ勢いだけいいんだけどな、どうしても成績に伴ってこない勢いは誰にも負けませんよ。あいちゃん、ちなみにイブの予定とかも聞いといていいですか。イブの予定、イブっていうのは24ですか。明日です、はい。明日はもうねえ、ニンニク食べて。おお、よく分かりましたね。魚肉屋さんを予約しております、ね、じゃあもうあとは聞かないことにしましょうかね。そうですね、ちょっと今プライベートなんで、はい山崎さんも僕は何もない。何もない。家族も何もない。練習してない。今の何もないよ。なんかあれですね。練習って言葉が出てくるのが真面目ですよね。はい、もうすごいな、はい。ありがとうございました。今日はスタジオに山崎道輝選手と板根彩選手にお越しいただきました。ご活躍を期待しております。どうぞ良いお年をお迎えください。はい、今日はね本当に。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。完全優勝だぞいぞいありがとうございました。ありがとうございました。はい、私よ。